そういうことで更新するを押してください。はい、じゃあオープニングを最初からご覧ください。はい、そんな感じで9分遅れでスタートいたしました。マイホームスプレッドスペシャル、仮面舞踏会のお時間です。大変お待たせしました。はい、今日はというか先週に引き続きまして、残念ながらちょっと討論に参加する人数が集まらず、はい、ラズ、はい、ラズ、ラズ、ラズ、本日は3名での自由議論という形で、番組お送りさせていただきます。はい、はい、また番組の後半では皆さんから、番組の討論テーマを募集する予定でおりますので、ぜひぜひ皆さんコメントで、はい、はい、拾っていきますよ。はい、拾っちゃいますのでよろしくお願いします。そうだよ、雑談だよ、はい、今日は、はい、雑談です。水曜日に劣らずの雑談ですかね。はい、はい、みんなテンション上げていきましょうね。参加者随時募集中なんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。出たい人がいたらクケさんに連絡よろしくね。はい、どんどん連絡してくださいね。はい、そんな感じで、本日参加してくださるパネリストの皆様をご紹介します。先週に引き続きましてお越しいただきました千葉さん、こんばんは。こんばんは、今日もやられ役千葉です。はい、そうだ、ごめんなさい、今週の週刊フリートーク、はいはい、週刊フリートーク、今週はおじいちゃんおばあちゃんとの思い出。ああ、そうですね、19日敬老の日でしたもんね。そうです、そうです、うん、じいちゃんばあちゃんの思い出ね。うちね、結構じいちゃん子でね、すごい呼吸する時計みたいな人だったんですよ、おじいちゃん。で、毎朝決まった時間に起きて、5時前に起きて、で、部屋を掃除する。で、その後、お祭りしてある仏壇に手を合わせて、で、その後ご飯を食べるんですけども、5時に叩き起こされるんですね。で、一緒に掃除手伝わされて、で、まんまんさん、仏壇に手を合わせて、で、ご先祖様に礼拝して、それの後ご飯食べるんですけども、じいちゃん子になった原因っていうのがね、毎日遊びに行くと必ずおもちゃを買ってくれる。で、おもちゃを買ってもらうために掃除を頑張って、で、ママさんに手を合わせてっていう、なんていうのかな、そういうなんて大人の仕組みっていうか、労働の楽しさっていうのをおじいちゃんに教えてもらいました。なるほど。うん。で、ばあちゃんにはね、なんていうのかな、いつもね、台所には入れてくれないんですよ、男の子。ほう。9人兄弟で、うちのお袋型のおばあちゃんだったんですけど、9人兄弟の末娘がうちのお袋なんですね。で、女の人は必ず遊びに行くと、お産道を手伝わされる。でも、うん、男子は禁制なんですよね。はぁ。ただね、卵焼きがめちゃくちゃうまくって、なんとかして、あの作り方を教えてもらおうと思ってて、結局、90歳まで行かれて、大往生されて、卵焼きのレシピを教えてもらえなかったんですけど、あの卵焼きだけはね、何が何でも覚えたかったね。それだけがちょっと残念なんですけども、皆さんも、おじいちゃんおばあちゃん生きてる間にね、教えてもらいたいことあれば、悔いの残らないようにおじいちゃんおばあちゃん高校だと思っていろいろ聞いて回るっていうのが大事じゃねえか。いいですね。やっぱりね、だから敬老の日っていうのはそういった意味でもおじいちゃんおばあちゃんの日頃のその感謝と
で今おじいちゃんおばあちゃんになってるけどもそこまで積み上げてきた知識をねあの分けてもらう継承していかなきゃいけないですね。そうですね、うん、どうもありがとうございました。そういったところで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、続きまして、こちらも先週に引き続きましてご登場いただきました七瀬さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとおじいちゃんおばあちゃんとの思い出を語っていただいてもよろしいですか。そう、ちょっと困ったことが実はですね、はい、ごめんなさい、ちょっとマイク遠いっす。あららら、ごめんなさい、ごめんなさい。実はですね、はい、自分、言われたのが相当遅くてですね、あんまりおじいちゃんおばあちゃんと仲良くやったっていう記憶は実はないんですね。ああ。てか、4名のうち約お二方はもう物心つく方には他界されておりまして。ああ、そうでございましたか。まあ、片方のおばあちゃんの方はですね、はい、あの実は高知の方、よく行ってはカツオの刺身を食べさせてもらいっていうことを。いやー、高知はカツオうまいですよ。あー、いいですねー。で今だと戻りガツですね。そうだね、戻りガツは瀬戸でも取れたと思うけど。あー、まあ今度あれですね、七瀬さんがおじいちゃんになった時に孫孝行してあげたいですね。そうですね、何年後だってね、ごめんなさい。謎のフリー。はい、あ、ごめんなさい、まだ。いやいやいや、だって孫に、あのもらえば、あれ、孫に、はい、やりましょうって言われても、子供がいません、まだ。うわあ、じゃあ、早く、あれですね、子供ができるといいですね。っていうか、彼女大募集って言っとかないと。あ、そうだそうだ。そうだ。何なんだこれは。やっぱりここで彼女ができる方法を七瀬さん、そうそう、教えてもらった方がよろしいんじゃないか。言葉で教えれるもんじゃないのってことだと思う。なるほど。はい、そんな感じでどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、EX 水曜日水曜日から出張していただきました桃吉さん、こんばんは。こんばんは。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桃吉さん、おじいちゃんおばあちゃんとの思い出何かございますか。うちはですね、母方が青森の下北にいたんですけども、はい、離れて暮らしていたので本当にそんなにしょっちゅう顔合わせるってことができなかったんですね、うん、でおばあちゃんがもう15年ぐらい前かなに亡くなって、で12、13年前ですか、おじいちゃん亡くなったんですけど、うん、あのもっと早くこういうなんだろうな、インターネットが発達していたら、もしかしてじいちゃん元気なうちにその戦争行ってたんでね、その話を聞くことができたのかなって思ってちょっと悔やんでるんですけどね、うん、一応話によると南方の方に行ったということで話は聞いてます。ただあのちょっと帰ってきてマラリアかなんかで高熱を出して肺炎になってしまって片肺取っちゃったっていう、あら、うん、の聞いてるんですけどもね。あとはもうおばあぐらいしか多分当時の話を聞ける人がいないので、いつか青森に行って聞いてこようかなと思っております。はい、うん、なる、墓参りも兼ねて。いいですね。ご存命だったんです。はい、あ、よかったですね。あ、ごめんなさい。そうだな、私もちょっとだけおじいちゃんとの思い出語っちゃおうかな。でも生きてんだけど、同居なんだけど。おじいちゃんがね、おじいちゃん、うちのおじいちゃんが天皇陛下大嫌いな世代ですから。あら、はい、それですげえ喧嘩になるんですね。ちょうど戦後生まれのおじいちゃん、戦後生まれじゃないんですけど、ちょうど終戦時に小中学生っていう、はいはいはい、一番もうもろにこう食らってしまった世代で、はい、だよく私とか弟とかと喧嘩になるんですよそこで。いやでもうちの弟の方が大人だから、そこはまあしょうがないよなこの世代はってこう割り切ってるんですよ。22歳なのうちの弟。おお、うん、でも私はそうむしろね割り切れなくてよく喧嘩して、でお母さんに怒られちゃうんですけどね。うんうん、はい、まあでもうーん、そのなんかなこう難しいですよね。分かってもらいたいと思う反面、
うん、まあしょうがないのかなと思う気持ちもあり、うん、あで、戦争指導をされたっていう部分ではね、はい、その、まあ、昭和天皇はすごい自分自身で責任を感じてらっしゃいましたし、はあ、国民の血もたくさん流れましたから、そこはやっぱりあのおじいさんの方にもやっぱり思うところはあったんだとは思うんですけどね。まあ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 そんな感じでですね。はいはい、まあこれからも仲良くしますけどもね。うん、うん、おじいちゃん生きてる間におじいちゃん孝行しっかりしといてくださいよ。さあそんな感じで、始まってまいりましたか。すいません、ちょっと今あのちょっと電話かかってきちゃって、ちょっと今私びっくりしました。すいませんでした。はい、そんな感じで今話題の、話題の2人がいますよね。ん、はい、ちょごめんなさい。関西で、そうですね、今関西地方を中心に大変なことになっておりますが、皆さん大丈夫ですかね。ハゼロってやつですね。はい、ハゼロアベックメ、16号と15号ですね。はい、16号はもう随分北の方に行ってるみたいですけども、15号の足が遅いって、そうですね、今晩から明日の朝にかけてちょうど暴風圏じゃないですか。そうだと思います。で、ひょっとしたら明日の昼ぐらいまで居座るんじゃねえかと。はあ、こうなるともう今度あの奈良と和歌山の土砂ダム非常に心配ですよね。皆さんのところはどうなんですか。去年は見えんかった警報マークがいっぱい出とるけど、前回の台風よりマシと。だって前回の台風は香川直撃コースだったじゃん。あの、香川っていうか、四国中央市をこう直撃コースで北上していったから。やばいですね。あれに比べたら全然マシよ。そうですか。うん、実際に雨降ると負けたとかの方だし。結局、紀伊水道の方から回り込んでしか湿ってた空気が入ってこないから、香川でもさ、東の方しか雨はそこまで強くはないのよ。それともいつも強い雨なんですけどね。ほうほうほう。だからこう、湿ったとか東の方は200ミリいってるけど、真ん中の方は80ミリとか言うのよ。80ミリ、やばいな。四国で一番広いのは高知と徳島。全部パンチに当たって全部雨が落ちよる。今生放送見てらっしゃる皆さん、はい、どうですかね。そうそうそう、皆さんのところ雨どうですか。あの兵庫県とか冠水してる映像なんか関東でも流れてますけれど、うん、名古屋のどっかでも冠水したって。あ、ほん、あーそうですね、名古屋、そうですね、名古屋も、名古屋か愛知かは先ほど、琵琶湖のビッシーとか知らんがな。まあ、琵琶湖って言ったらついこの前あれ、昔の村跡がこう、湖の湖底から見つかったって言わせてるけど。へぇー。名古屋やばかった。お、今、名古屋80万人が避難してる。避難してますね。市の半分が避難するはずや。マジですか。マジっすよ。で、あの、和歌山の方で、はい、土砂ダムから水が出始めてる。ああ、いや、ありましたね。前回の、あの、台風で結構被害を受けちゃったダムですよね。12号の時に、